緊急事態宣言を始めですね、10年前に作った新型インフルエンザーに対する特別措置法がベースになっています。コロナでも、えー、そのまますぐ適用していいんじゃないかと思ったんですが、まあ今の政府与党の方はこのまでは適用できないということになってですね、法律を一部改正してですね、今のこのコロナにも適用していると。 これは違うウイルスで、えー、ウイルスのこう性格も違いますからやっぱりそのこのコロナに対応したやはりいい対応策というものはやっぱり考えていかなきゃいけなかったと思うし今でもそうだと思ってます非常にこう新型インフルの場合は強毒性であのかつまたですね感染したらほぼまあ発症して、えー、でまあこういう人たちが あの病院にこう殺到して病院がいっぱいになると今回のコロナのようにえ大勢の無症状の感染者がいてこうした人たちが感染を広げるというような状況はですねあまりこう想定してなかったんです。個人に対する行動制限とかそういうものは基本的に入ってないんですね。 しかしやっぱりこの今の状況の中で考えるとやっぱり個人に対する行動の制限もお願いする部分というのもやっぱり必要じゃないかと。例えばですねあの、まあ、諸外国でもありました外に出る時とかはマスクを着用を、まあ、義務付けするとかですね個人の世間制限とは慎重にしなきゃいけないですけどもコロナの感染の拡大を食い止めるという点ではですね えー、あえてやっぱりそこにも踏み込むこともです、ねえー、考えるべきだし、まあ、そういう議論をして、えー、早期にやっぱ対応していくということは大事だと思ってます。